三振。151キロ外のまっすぐ。ピンチで柳町、そして牧原、連続三振に仕留めました。しかし空振り三振。おお、ここはスイングアウト。スリーボールの後、このオリックス戦のサヨナラでした。あ、ここは低いボール変化球に三振。山崎福也の左拳が握られました。まっすぐだ。いや、フォークボールかスライダーか、三振。いや、抑え切りました。縦のガッツポーズ。僕放送席で同じ顔してましたからね。一回一回、はい、ゼロに抑えていこうっていう感じだと思うんですよね。これも伝家の宝刀、フォークボールでした。連続三振、今日5つ目の三振を奪い取りました。6回無失点、言いました。素晴らしいピッチングを展開しています。また一個制、ここで最後決めてガッツポーズが出ました。ここは高橋コーナー、かなり気合の入った対戦でした。ファーストゴロ、ダブルプレー取れるか。取った。島内を警察団に打ち取ってガッツポーズ、尾形です。三球三振、外まっすぐ、紅林三振です。ライト出てきました。落とした、チェンジアップで三振。大きなピンチを作ってしまったマルティネスでしたが、ここはロッテをゼロに抑えました。曲げた、三振。ガッツポーズが出ました。ロメロイーグルス、この回と監督エンド2、曲げてきた、空振り三振。2者連続、7回を投げて奪った三振は8つ、毎回の奪三振です。今シーズン最も156がありました。則本、ストレート157キロ、100球目が今日の最速です。素晴らしいボールです。よく変化球で誘いました。ガッツポーズの鈴木翔太、ランナーを2人残塁、見事にここスイングアウト。ガッツポーズの富山、住谷から三振を取りました。スリーアウト。9回の手、チャンスを逃しました。抑えた富山、空振り三振。この先緩い変化球に三振に倒れてしまいました。スリーアウト。さあ勝負の1球になってきます。ツーアウトランナー三塁、ストレート、吠えた佐々木千早、低めいっぱいまっすぐでした。見逃し三振、見事ピンチを脱しました。